あげますか。大丈夫です。それでもいいや。はい、ぜひぜひ。こっちとこっち。半分に。あ。あかんやろ。あー、すごいっすね。お前何してんの。おしゃれ、おしゃれな割り方。いいのそれ。おしゃれ、おしゃれすぎる。か。え？すごいっすね。以上。両方。まあいけるよね。行きましょう。ちょっとやってみましょう。先こっちの方がいいんじゃないですか。どれ？ちょっと大変じゃないですか。いやいやいや、これで、あの、絵になるから。ずっと。いや、ほんま編集なしのこのままの動画になっちゃう。動画になる。最高でしょ。うん。誰も見ねえし。誰も見ないですよ。何も興味が湧かないですよ、この動画に。こっち側出ちゃってるから。じゃあ、ここ柵するじゃない。柵するじゃない。あ、ごめん。柵。サクッとね。任さない方がいいですかね、やっぱり。それは拾わないだろ。いや、一番身近な方がいた。いや、どう、悩んだ。今のは、悩んだ。今のは高度なやつ。悩みました。次からリベンジの。今のは拾わないかん。今ちょっと譲りました。はい、譲りました。はい、はい、こっち行きましょう。なかなか始めまして、ノンズのキャッチボールは失敗に終わりました。ドジャン。メインは何やってるの？メインですか？あ、メインは神社とかパワースポットとかで、そこが好きだったんですけど、なんかそこから、なんか結構いろんな神社の方とお話しさせていただいて、その出雲大社のしめ縄作ってる作業場の中に入らせてもらってインタビューさせてもらったりとか、なんか非日常ななかなか見ないやつをやりたいな。あの3日ぐらい前に秦野の出雲大社の相模文書とか、結構いろいろ企画担当の人がなんかいろいろお誘いしてくれて、3日前もそれをやろうとしたきっかけは何だ。もともとは好きだった。もともと好きでした。はい、もともと好きで、なんかあんまり、そうですね、なんかあんまり発信する場もなく、自分で休みの日にいろんなとこ行ってたんですけど、旅行がてなんですけど、なんかあ、もったいないなと思って、なんか動画で伝えれたら、いや面白いかなと思って、そっからなんかこういろいろなんかこういうとこ取らせていただいたりとか、この神社の社殿の掃除に参加するところを取らせてもらうとか。だってそういうのって朝早く。あ、そうです。だいたい12時から2時の間に、あ、夜中の12時から2時の間にみんなで集合して、で、あんまり人いない方が多分邪魔ならないので、だいたい4時5時ぐらいから撮影してみたいな。結構撮影はもう協力的にやってくれるもん。いやいや、今日うちは取らんといて。あ、でも、ところ最初の方はすごくあのアーカイブで載せてる動画も少なかったんで、何者かわからない感じが多くて、今はなんとなくこうメンバーも喋りが慣れてきて、なんかその企画とか候補の人にプレゼンするやり方もちょっと僕より全然うまいんで、みんなの方がプレゼンをする。だからこう腕章つけて、あの成田さんの新勝寺さんとかはさっき言った彼が企画の候補の人喋ってもらって、それでちょっと腕章みたいな取材のやつもらって撮影させてもらったりとか。だってまずさ、ネタを考えるのが大変ですよね。こっちのはどうするの。うわ、あんまり困ったことないですね。あ、そう、あんまり困っ、そういうのに困ることないよね。大そうですね、あんまりお話とかで困ることはあんまなくて、ね、あとはなんか他のジャンル的なことや。あ、でもなんか家の室内の撮影とかも今年はちょっと増やして、なかなかあのコロナとかで OK いただけないとこも多いんで、なので中でいろんなことができたらな。恵方巻きを関西の人が多いじゃないですか、恵方巻きとかって。あんま関東の人知らないんで、ちょっとそれを作って、動画に出したら、なんか今だって難しい。元野球選手とか OB の方が結構 YouTuber になってるんでしょ。多いですね。多いでしょ。
ネタがないです、ネタがない。タレントさんとかは日常で興味ある人たくさんいるじゃないですか、うん、おそらくですけど。女優さんとかですよね。あ、まあまあまあ、ね、これを化粧水してるだけで、はいはいはい、何十万あれずるい。あれは絶対ずるい。されてるんですか。こう俺は全然やってない、うん、もう本当にブログをやってるぐらい。アメブロー、うん、そうそうそう。ツイッターとかインスタとかもされてないですか。インスタはやってる。あ、うん、インスタ、ツイッター、フェイスブック、アメブロぐらいがちょっと大きいじゃないですか。どこで発信するかで反応が全然違いますよ、ね。なんかこうなんかおもろいことがあったら一緒にできたら、ね、あ、ぜひぜひ。これもご縁、鹿の縁だ。いや、そうですね、本当に本当に嬉しくて、なんか、はい、お会いするの、はい、楽しみにしてたんで。でもあれが、これを置く前に下に段でつけないと。なんか、まあ、僕なんかオフシーズンしか動けないんで、またあれ、あの、ペナント始まると、もう明日から名古屋に戻る。またコーチ、もうコーチ業に、はい。ギリオッケーです。ギリです。はい、ギリギリです。あ、これも超ギリギリです。平均？ギリギリです。でも大丈夫です。はい、大丈夫です。あ、そっか。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。あ、じゃあ僕、こっち持って。いい動きです。振りですか？いろんな振りですか？難しいなぁ。頭につけるっていう。難しいな、難しいな。この世界生きていくの難しいんだって。でも一人しかいない。すごいね。そうです。ジュージュー言ってる。これもね。まあ、だ言ったらしょぼい。ああ、なるほど。弱い。なんで今取るの？待ち合うやん。花粉になる弱い。大丈夫かな？はい。花粉症じゃないと思えばいいんだよ。何なんですか。何か噂されてる。何か噂してくれてるんですかね。あ、悪い噂。ダメじゃないですか。どこ田舎って言うの。僕は四国の香川県。あ、そうなの、はい、え、香川に帰らないの。いや、たまに。あ、帰、毎年年に3回帰ってたんですけど、去年は1回もあのコロナで帰る。ああ、そうです。でも方言がなんかなんとか夜県とか県っていう。香川と高知は、はい、来月か再来月に行くことになって。あ、そうなんですか。でも、ね、悪いこと犬のことで、ね、香川県の。なんか見ました。はい、あの、それでね、ちょっとね、高知に行かなきゃいけなくて。出張に来てくれてありがとう。ちょっと複雑な気持ちを持ちながら、はい、じゃあ香川なら応援してください。はい、ね、殺処分ワーストバンドから。え、そうなんですか。もうひどいよ。多いよ、すごい。香川県ですか。うん、あのね、向かってる人あんまり。違う、もう野犬。あ、野犬ですか。うん、でも野犬はめちゃめちゃ多いです。僕がちっちゃい頃、僕も何回もやられてるんで。ガブッと。なんか釣りしてていきなり襲われてそのまま息落ちたりとか。あ、全然あります、全然あります、はい。普通なんだ。普通です。だからランドセル背負ってみんなで帰ってて2匹に挟み撃ちとか。今でも。いや、今は分かんないです。僕の頃は、ね、20年ぐらい前は。でも20年前でしょ。はい、そうですね、25年。で、なんで野犬の子が多いのね。で、はい、もうバン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 繁殖をして、はい、一定時期になると、その子犬がその大きな山じゃないけど、山から落ちてきて、はい、それを捕獲するという作業。プロジェクトみたいな。いや、もう自然に団体さん、保護団体さんもやりの、はい、あと保健所が捕獲して殺処分したとか、はい、そう、だからその処分をしないでほしいっていうのが私たちの動きなんですね。そう、なるべく保護してあげて、はい、新しい飼い主さんを見つけてあげる、はい、そう。だけどあまり香川県がそれに協力的ではない。すいません。よろしくお願いします。香川県、すいません。そうなんですね、野犬とか全然知らなかったです、僕地元なんですけど。そうなんです、はい、実は調べると香川県がワースト1がもう何年も
で四国というところがもう田舎じゃないですか、はい、で山でしょ、はい、だから高知もワースト1になったこともあるし、あじゃあ土地柄もあるってことですね。そうそうそう、だから香川だけが悪いわけではなくて、やっぱり例えば関東でもこういう田舎といえば夜景も多いですし、いるのかな、あいるいる、ありますか、だけどまあ保護されて、はい、まあもしくは、まあ、処分、千葉は処分があるので、県によって違うんですか。そうですね、もう神奈川県は一応ゼロなんですね、なしなんですよ一応、ね、だけどそんなにない、確かに、そうだ、東京はゼロでしょ、夜景ないから、八王子の方もいないです夜景はそうなんです、あそうですか、ただ、はい、都心というのは飼い犬を逃がしちゃうとか、はい、逃げちゃったとか、はい、そういうのはある、もしくは、そう、あきる野市とか、はい、例えば八王子とか、例えば神奈川県だったら平塚とかあっちの方だと、はい、逆に猟犬っていうのが猟犬、ああはい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 、はい、あれが逃げちゃったり逃がされちゃったりして捕獲されたりっていうパターンがいろいろあるんですよ。それはまた元の飼い主に戻れればいいんですけど、ほとんど戻れなくて結局譲渡できなくて処分、そういうのもやめてほしい。あれ、ポンタ君はですか、香川県のあの、うん、あ、違いますか、うん、香川の子は子供ね、僕もそれ香川出身の、それだけもずっと頭に、あ、まあ、香川の子は、あの子は香川県から、はい、その引き取って、はい、こっちで譲渡を探してた時の一時預かりなんですよ、あのちっちゃい子たち。あ、そうなんですか、そう、ああいうことを去年やって、一昨年やってたの、ずっと。そう、でポンタはね、はい、先月、あと12月に、はい、虐待されてた子を、はい、私たちが保護して、うちにいるんですよ。あ、今も、ご自宅に。今もあの、ニュースにもなって、うん、刑事事件になっていることがあるんですけど、後で帰ったら見てみます。あ、はい。多分、ここ最近のブログにポンタって出てくると思うんですよ。多分ね、通したはずですね。多分新しすぎて、香川県が強すぎて香川県が強すぎてと思いながら、勝手にちょっと申し訳なさそうに今日来たんですけど、あーと思いながら、ね、そうですね、ぜひぜひ、はい、なんかいろいろお話聞けたら、はい、なんか発信できたらいいんで、そうですね、はい、そうですね、やっぱり私たちもじゃあケアしてみて、ぜひよかったら Twitter 教えてください、オッケーです、あ、やったフェイスブックで、あ、いいかいろんなところでやっぱりいろんな活動してされてる方がやっぱおるな、まあ、のみチャンネルもそうやけどな、その交流ができるっていうのはええよな、仲間もなもう膝にマシとるやん、いやでもなんかええ話聞けた、ほんまになんかいろいろマジでマジで、もうなんか普通に過ごしとったらやっぱ聞けへんこといいなあ、結構あるけんな、なんか刺激的な一日やわ、ほんまに今日は、はい、ということでね、沈みまして汚れたけど、いや無事、まあ、まあ完成まではいかんけど、まあちょっと見えてきたかなって感じかな、そう、ね、ここにあのトラックというか軽トラとかが入って、土とかさ、餌とかをこう入れたりとかすること、まあようやくできたかなって感じで、まあこういうね活動、まあボランティアもねしてるということでね、まあよかったらね皆さんね、鹿とね間近でコミュニケーション取れたりね、でいろんな人と今日は出会ったね、触れ合ったね、そうね、うん、新聞社の方から、プロ野球の選手の方から、千葉の方から、翔太方から、まあいろんな、うん、なんかいろんなこう人間関係ができたかな、構築できたかなっていう感じもあるので、ぜひね、皆さん、興味がね、またあればね、ホームページとか、いろんなね、概要欄は貼ってますんで、貼りますんで、よかったら、一回ね、ちょっとやってみたらどうかなというふうに思います。なんか月1でも、年1でも、ね、いいかな。なんかね、いや、なんか、気持ちいいわ。あ、見た？屋根。あ、また見れない。まあ、まだ後で見るわ。おう。ということでね、皆さんね、本日はね、ご視聴ね、ありがとうございました。また、次もね、中もフレームインさせるんでね、よろしくお願いします。ありがとう！またねー。